今回のマインクラフトはいろんなダイヤモンドが追加されてます。新たなダイヤを使ってヤバすぎるアイテムをクラフトしていきます。今回のモッドもかなり気合入ってるので高評価よろしくお願いします。それではグッドラック。皆さんどうもこんにちは、ヤギ。ちょっと待って、今回はですね久しぶりに結構シンプルな企画なんですけれども、ダイヤモンドがいろんなダイヤモンドがね追加されてるマインクラフトなんです。でですね、これは皆さんのねご想像の通りヤギさんダイヤモンドの鉱石ですね。僕がシフトするとこんな感じで出てくるね鉱石になります。まあ、こんな感じでね今回結構シンプルな企画なんですけど、めっちゃ気合い入れて作ったんで、今回もね楽しんでいっていただけたらなと思います。ということで早速ね久しぶりのクラフティングテーブルをね見ていきたいと思います。オッケー、クラフティングテーブルポン置いて、はい、ということでこんな感じでねめちゃめちゃ新しいアイテムが追加されてます。草ソードとかコマンドの剣とかね、まあ、こんな感じでねダイヤモンド、新しく追加されたダイヤモンドを使って作っていくっていう感じなんですよね。これノートパソコンがね作れたりします。まずはねこの草ソードっていうのね簡単なんで作っていこうと思うんですけれども、あるある、こんな感じで草ブロックがあるところに草ダイヤモンドブロックもあります。これね鉄ピッケルじゃないと掘れないんで、まあね速攻でね鉄ピッケル作っていこうと思います。これ毎回シフトしたら出てくるからちょっと気になるわ。結構久しぶりに村がね近くにスポーンしてたんで、食料を集めながらゴーレム倒して鉄ピッケル作りたいと思います。オッケー、石を集めてベッドも取っちゃって、おい、オッケーオッケー、このシフトしたら出てくるから、言ったらこれ道みたいにして疲れ、死ぬ。オッケーオッケーオッケー、はめたね、はめました。オッケー、鉄3つ欲しい。オッケー、ちょうど3つ手に入りましたね。でですね、今回チェスト、こんな感じで開くとチェストダイヤモンドが入ってます。これもね後で使えるんで取っちゃいたいと思います。オッケー、この鉄のツルハシで今回のダイヤモンド、追加されたダイヤモンド取れるんで、早速もうね何個か見つかってるんで取っていきたいと思います。まずはこのヤギさんの鉱石だね、これちょっと取っちゃおう。もうめちゃくちゃあるな。はい、こんな感じでねヤギさんの鉱石を掘るとヤギさんダイヤモンドをゲットすることができます。これねヤギさんの顔とこれ完全に一致の、ダイヤモンドですね。あとはねそこら辺に草ダイヤモンドがあるはずだから取っちゃおう。あったあったあった、これですね、草ダイヤモンド鉱石、これを掘ると、はい、こんな感じでダイヤモンドの、草のダイヤモンドをねゲットすることができます。2個あればね草ソード作れるんで、ちょっと作っていこうかなと思います。では棒を置いて草ダイヤモンドを2個置くことで、はい、草ソードをねゲットすることができます。草ソードっていうとなんかちょっと臭そうな感じなんですけど、煙が出てますね。これね匂ってる煙じゃなくて、これスピードですね。なんと草ブロックの上を走ると移動速度がね速くなります。はい、これね草ブロックの上以外を走るとほら普通のスピードになります。まあ、これね移動にめちゃめちゃ便利なんで、これはね持って使っていこうかなと思います。なんか握ってるところどこそれ。まあ、とりあえずですねこんな感じで草ソードゲットすることできたんで、ヤギさんのねダイヤモンドを使ったアイテムも作っていきましょう。はい、ということでヤギさんの巨大な腕をね作ろうと思います。焼いた石が必要なんで、ちょっとゲットしに行きましょうか。ゲットしに行きましょうかっていう距離でもねえわ。そこら辺にかまどがあればもう一瞬で作れるね。あ、かまどあった丸石集めようと思ったらここにかまど出てきたわ。ではここで丸石を焼いていくんですけど、あ、これ石炭必要か。あ、あるあるある。今回ちょっとなんか欲しいもの目の前に出てくるんだけど、これね多分ね僕今日占い1位ですね多分。では石炭で焼いていけない。そうだ、これは溶鉱炉だ。もういいもういい、自分で作るかまど。オッケー、丸石でかまど作って、かまどを置いて石炭で丸石を4つ焼くと。でね今のうちに夜になっちゃうんでベッドで寝ときましょう。そしたらそういえばねこの草ソードの威力をねまだ見せてなかったんで、草ソードでちょっと敵を倒しましょうか。敵ではねえけどこの牛さん倒そう。ほい、お、待ってください皆さん、これ見えますか。これ牛のダイヤモンド鉱石です。はい、こんな感じでね牛を倒すとポン、はい、牛のダイヤモンド鉱石出てきます。これをねもちろん掘ると、はい、掘りますと、はい、なんと牛のダイヤモンドをねゲットすることができます。これもねクラフトに使うんでたくさんゲットしておきましょう。そろそろ石が焼けたんじゃないかなということで見ます。はい、石焼けてます。ということでヤギさんの巨大な腕クラフトしたいと思います。これはね皆さんのご想像の通り手に持つと、はい、こんな感じでめちゃめちゃでかい腕になります。これめちゃめちゃシュールじゃない、なんかゴーレムになったような気分なんだけど、これねブロックとかも壊せるんですけど、はい、こんな感じで、え、ちょっと待って、ごめんなさい、この家のね人にはねこれね謝るしかないですね。こんな感じでねランダムな感じで掘ってくれます。はい、新しいですね。
こんな感じでランダムに掘ってくれるんで、巨大な範囲掘れるんだけど、まあ、掘りきれないっていう、まあ、ヤギさんの雑な性格を表したアイテムですね。あんまり攻撃力はないのかもしれない。ポン！あ、意外と強いな。はい、こんな感じでヤギさんの巨大な腕ゲットすることができたんで、まあ、次はね、まあ、順番的にチェストのアイテム作ろうかな。はい、チェストダイヤモンドを使ったアイテムで、チェストの相棒をクラフトすることができますね。今回サクサクいっちゃうな。もう村一つで、めちゃめちゃいろんなの作れるぞ。オッケー、木材ゲットしたので、チェストの相棒クラフトします。まあ、このね、チェストの相棒は、この間ね、結構前に岩盤の相棒がいたと思うんですけど、まあ、そんな感じで、可愛い相棒をね、召喚することができます。では使います。ポン。はい、ちょっと、あ、お、は、歩くの早っ。ということで、はい、チェストの相棒をね、今回召喚することができます。これね、右クリックすると、はい、こんな感じで、なんとね、自分のアイテムを置いとくことができるんですよね。オッケーだ、オッケー。あ、ん、この2マス、ん、え、なんかバグってるのかわかんないですけど、この2マスしか使えません。マジ？え、なんでだろう？え、なんでかわかんないですけど、この2マスしか使えないんで、まあ、ダイヤ置いときます。はい、お前ダイヤしっかり持っとけよ、お前。はい。まあ、そして、まあ、牛のね、爆弾。これもね、クラフトできちゃいそうなんですよね。皮と牛の牛肉が必要なんで、皮ちょっとゲットしよう。あと3つ必要だわ。草ソードでね、移動速度上げて、この牛にめちゃめちゃ近づいてって、ポン！お前、お前、お前、危ない危ない危ない。変な音するかと思ったらお前か。いやー、だけど皮出ないな、意外と。あ、皮出てる、出てる、出てる。はい。オッケー、皮ゲットした。あと一つ、あと一つ。なんか、牛さんがね、なかなかいないっすよね。いたー！牛いたー！おお、お前、ピリチャー、ピリチャー、ピリチャーだ！お前、待って。あー、待って、これヤギさんの腕の方がワンチャン攻撃力強い説あるぞ、これ。巨大な腕だからね。ポン、ポン。まあ、同じぐらいか。ちょっと待って、マジで、なんでピリチャーいんの、これ。うざい、うざい、うざい、うざい。てか、チェストの相棒なんか見てないで、ちょっと、手伝って。とりあえずね、今のうちに、この、飼うからね、皮ゲットして、早く帰ろう、早く帰ろう。待って、牛一匹しかいなかった、もしかして。全然おらんのだけど。お前。マジで、毎回ダメージ受けてるから、死ぬぞ、いつか。え、牛を探すのにこんな時間かかることある？もう多分、5、6時間は探してるよ。いました、こんなところに牛さんが、ちょっとじゃあ、皮出してもらいましょう。ふぅ！出さないのかーい。お、こんなところに藁があったわ。これ取っとこう。おお、ダイヤモンドと黒曜石と鉄と、なんかいろいろあった。待って、ダイヤモンド3つゲットしたんで、ポータル作れるな、これ。近い行かなくても。ずーっと言ってるよ、牛見つからんって。あー、いたいたいた。さすがにこの2匹いたら、あの、皮出ます。ほい。あ、出ました。はい、よかった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 。大量のパン作って、で、ダイヤモンドピッケルも作って、そして、ね、牛のダイヤモンドを持ってもらってたんで、回収しまして、ありがとうありがとうありがとう。そして牛の爆弾を作ります。やっとだね。いや、ここまで結構長かったですね。ということで、牛の爆弾クラフトすることができました。結構ちっちゃいな、思ったよりも。これはですね、まあ、投げた方がね、わかりやすいです。ポンって投げると、はい、なんとモブがね、牛に変わります。え、何？何があった？待って、お前もこれもしかして牛に変わっちゃったりする？あ、お前は牛に変わらないのか。よかったよかったよかった。てか、もう牛だらけすぎてキモい。この牛の爆弾を使えば敵をね、牛に変えられるんで、たくさん使っていこうと思います、この牛の爆弾は。そしたら次はですね、原木の斧。これまだゲットしてないですね。これもしかしてですけど、これじゃないですか。原木の、ダイヤモンド鉱石をね、ゲットすることができました。いや、これね、結構探すのに時間かかりましたね。どこにあるんだろうと思ったら、ここに、ここにね、くり抜かれてありました。ということで、このね、原木の斧をね、クラフトしていきたいと思います。はい、ポン。ということで、クラフトしたんですけれども、見てください、耐久力。もうね、見えないぐらいになってるんですけど、めちゃくちゃこんな感じで効率いいんだけど、ほんのちょっとしか使えないです。あと一発しか使えないです、多分。なので、もうすぐ壊れちゃうアイテムなんで、これはね、ちょっと大事に使っていこうかなと思います。これね、攻撃力もね、50あるんで、こいつだけは倒さなきゃっていう時に使っていこうかなと思います。ということで、そろそろね、ちょっと地下に入っていこうかなと思います。まあ、地下でね、何をゲットするかというと、これですね、ハッカーのパソコンに使う、ハッカーダイヤモンド。これをね、ゲットしに行こうかなと思います。これはですね、どうやってゲットするかというと、もうすごい速さでダイヤモンドを見つけるとゲットすることができるんですよね。ということで、すごい速さでダイヤモンドゲットしていきたいと思います。ピピ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 、ダイヤモンドの場所、めっちゃ噛んだわ。ピピ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 、ダイヤモンドの場所はあそこです。はい、わかりました。ヤギさん行きます。ではね、ちょっとやっていこうかなと思います。ちょっと、こういう茶番はね、置いといて、ね、しっかりとね、ダイヤをね、速攻で見つけに行こうかなと思います。ダイヤモンド鉱石。
どこだこれ。ピピ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 。ダイヤ発見しました。ということで、このダイヤをね、そこで見つけて、左クリック。あ、来た来た来た。う、そっちに飛ぶ？こっちに行って。はい。はい。待って、キャッチできない。これ。全部燃えてってるわ。多分これでいいはず。これをね、右クリックすると、はい。なんと、ハッカーダイヤモンドブロックをね、ゲットすることができます。これを、こんな感じで置いて、そして、これを掘ると、ハッカーダイヤモンドをね、ゲットすることができます。このね、ハッカーダイヤモンドを使うことによって、今回ね、最強と言ってもいいアイテムをね、クラフトすることができるんですよね。ハッカーのパソコンを作るには、鉄4つあります。レッドストーン4つありません。ということで、レッドストーンを探しに行こう。はい、見つけました。掘るぞ。4つ。多分ある。これはある。これで多分作ることができますね。はい。ハッカーのパソコンをクラフトすることができました。これはね、めちゃめちゃやばいアイテムです。こんな感じでね、みんな周りにいるモブがね、光って見えるんですけど、さらに追加効果がね、いくつかあって、はい。見てください。これ下。下でね、なんか光ってるやつ見えるじゃないですか。これ全部ダイヤモンドの場所です。ということで、これね、多分下に掘っていけば、気をつけて掘っていこう。マグマがあるかもしれないから。はい。ダイヤモンドをね、ゲットすることができちゃいます。しかも結構な量ある。せっかくなんで、ダイヤフルでね、ネザーに行きたいなと思います。どこだ、どこだ？近くにあるやつは、おー、ここダイヤそうだ。掘ってなかったわ、これ。そして、この下だね。うわ、めちゃめちゃわかりやすい、これ。ダイヤをゲットしていきます。でね、これね、まだまだ能力がありまして、こんな感じでね、アイテムあるじゃないですか。これ右クリックするんですよ。もうちょい離れた方がいいのかな。はい、見てください。これアイテムがね、2倍になりました。もちろんダイヤモンドとかでもポンポンって増やしていくことができちゃいます。松明がね、最近ちょっと足りないんで、これ増やしちゃおう。これポン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 、距離感が難しいな。ということでね、これ黒曜石もこれあるじゃないですか。これね、ポンポンってやったら、はい、黒曜石も増えちゃいました。でね、ダイヤモンドもめちゃめちゃ増やせたんで、ダイヤフルにしちゃいたいと思います。はい、ダイヤフル、ゲットすることができました。はい、完全にもう、はい、ズルしてますね。ハッカーです、完全に。まあ、ハッカーっていうのは、まあ、なんか、難しいな。難しいので説明やめます。皆さん各自調べてみてください。ネザー行けちゃうんで、ネザー行っちゃいますか、これは。これネザー行っちゃいましょう。もう贅沢に使っちゃう、こんな感じで。ちょっと多めじゃないっていうぐらいでかいの作りましたね。ポン。はい。そういうことで、ネザー行っちゃいたいと思います。おいしょ。行くぜ。おいしょ。おいしょ。待って、チェストの相棒どっか行ったな。とりあえずこれをね、持っておけば、エンダーマンがね、どこにいるかわかるので、エンダーマンに会いに行きましょう。ちなみにですね、このハッカーのパソコン、このパソコンで、エンダーマン右クリックすると、よいしょ。はい。見えますこれ。二人に増えます。はい。モブをね、コピーすることもできちゃうんですよ。まあ、とりあえずこいつ倒しましょう。待って、二体殴っちゃった。心配、心配、自分の身が心配。おー、ほら。よーし、はい、なんと、エンダーマンを倒すと、エンダーダイヤモンドブロックをゲットすることができます。これね、壊してみましょう。ポン！こんな感じで、エンダーダイヤモンドをね、ゲットすることができます。で、エンダーパールも一応ゲットできたんで、持っておきましょう。エンダーダイヤモンドを使って、はい。まあ、骨が必要だね。エンダースカイウォーカーっていうのをクラフトできるんですけど、まあ、骨が必要なんで、ちょっと骨探しに行きましょう。ここら辺だったら、スケルトンがね、いるはずなんすよね。とりあえずこのハッカーのパソコン見れば、オッケーいるな？あれかな？あれだ、あれだな。こいつから骨をちょっとね、いただきに参上したよ。出せー！よっしゃ、骨出たー。あとはこの骨を、ポイッ、ポイッって置いて、ハッカーのパソコンでポイッ、ポイッ、ポイッ、ポイッって増やせばいいだけなんで。はい、ゲットした。はい、エンダーダイヤモンドを使って、エンダースカイウォーカーをクラフトすることができました。これはね、皆さんのご想像の通り、空をね、歩けるアイテムになります。もう最強のアイテムです、これ。あと、ちょっとね、時間が経つと、こんな感じで、どんどんなくなっていくんで、まあ、それだけちょっと気をつけてやっていく感じですね。まあね、これ持ってなければ、消えるんで、使い勝手も、かなり、いい感じになってます。あとはね、ウィザースケルトをね、倒して、ウィザーダイヤモンドブロックを、まあ、召喚させたいんですよね。ということで、ネザー要塞をね、探していこうかなと。待って、こういう時はエンダースカイウォーカー。エンダースカイウォーカーでこいつもやっときとる。ってことは？はい。これ一回こうやってジャンプすると、それよりね、下には行けないんで、それだけ気をつけないとやばいですね。てか、え？ネザー要塞が、なんと真下にありましたね。こういう時はどうすればいいんだ？エンダースカイウォーカーを、オッケーです。皆さん見ててください。僕の神プレイ見せます。ふっ！オッケー。で、地面がなくなったら、ふっ！はい、こんな感じで、エンダースカイウォーカーを使うことによって、ゆっくりと下に落ちていくこともできるんですね。ということで、ネザー要塞到達したので、このウィザースケルトン、あ、いるね、倒していこうと思います。はい、草ソード持って、
ダッシュでちょっと行こう。ブレイズもそうだ、倒さないといけないわ。そういえば忘れてた、お前、お前の存在ちょっと今日2番手だったわ。うわ、いたいたいた、うお、出てきました。ということでちょっとこれを掘ります、掘ります、掘ります。待って待って、いいアイテム、いい、このピッケルで掘っちゃって、待って待って、死にたくない死にたくない。オッケー、逃げます逃げます逃げます。エンダースカイウォーカーで逃げましょう。ダッシュで逃げて、はい、飯も食う。よし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 、ブレイズロッドとエンダーパールと、そしてウィザーダイヤモンドをね、こんな感じでゲットすることができました。危ない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 。そしたら黒曜石ダッシュで作って、待って、来ないで、もう誰も来ないで、待って、一人の時間が好きなの、一人の時間が好きだから、ちょっと近づかないで、マジで、お前お前来ないで来ないで来ないで。オッケー、帰ってくることができました。いや、海、まあ、だけどこのエンダースカイウォーカー使えば軽々と移動してしまうと。おお、びっくりした、クリッパー。今回は、おお、なんか初めましてじゃね、今回。オッケー、それではクラフティングテーブル置いて、これですね、ウィザーガンをね作りたいと思います。これにはちょっとウィザーダイモンド結構必要なんで、このハッカーのパソコン使ってポンポン、待って待って、ポポポポボーンだよ、それは、それはボンだわ。ウィザーガンをクラフトすることができました。このウィザーガンを使えば、これ簡単です、ポン、はい、ウィザーの弾を発射することができます。これ使ってね、今回ね、あのエンダードラゴンボッコボコにしていこうかなと思います。だけど追加でね、ちょっとアイテムがねまだあるんですよ。はい、これですね、コマンドの剣ですね。このコマンドダイヤモンドどうやってゲットするか、皆さん当ててみてください。10秒あげます。はい、10、9、8、7、0、はい、ということで、皆さん思いつきましたでしょうか。コマンドダイヤモンドゲットする方法はなんとですね、スラッシュコマンドダイヤモンド欲しい、はい、これでコマンドダイヤモンドブロックをゲットすることができます。はい、ということで当てた方には、1万ヤギポイントをねあげたいと思います。はい、どうぞ。はい、ダイヤモンドのツルハシで掘ります。はい、そうするとコマンドダイヤモンドをゲットすることができます。で、このコマンドダイヤモンドを置いたら、ハッカーさん、このハッカーのパソコン強すぎ、便利すぎる、マジでやばいな、えぐ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 。ということでコマンドダイヤモンド増やしたので、コマンドの剣を作ります。はい、作りました。まあ、このね、めちゃめちゃかっこいい剣、まあ、どうやって使うかというとですね、まあ、敵モブをちょっと殴るんですよ。これで普通のモブでもいいんで、ちょっとモブを殴りたい。あー、いました、魚がね大量にいたんで、こいつらをちょっと殴ります。ポンポンポン、あともう一回ぐらいかな、ポン、もう、あともう一回くらいか。ポン！はい、なんと、クリエイティブモードになることができます。今のうちね、必要なアイテム。はい、サバイバルモードに戻っちゃいました。一瞬だけ、クリエイティブモードになることができます。コマンドの剣めっちゃ強いです。なんすけど、敵をね、4回くらいかな、殴らないといけないんで、まぁ、ちょっと次、エンドに行くための、ポータル。ちょっとたくさん、ちょっとゲットしましょう、これ、ポータル。あともう一回か。はい、来た。ポータル、ポータル、ポータル。ブロッカー、ブロック、建築ブロック、装飾ブロック、装飾ブロックのここにある。おー、ゲットできた。ないですね。ゲットできてなかった、意外と。意外とゲットできてなかったです。装飾ブロックのところだよね。はい、オッケー。装飾ブロックのところの、エンドポータルフレーム、はい、置いて、はい、置けました。ということで。おしおし、上に上がるぞ、上に上がるぞ。オッケー、危ねえ。増やしましたので、これでね、エンダーアイ作って、ポータルフレームを、1、2、3、設置して、そしてこのエンダーアイをポン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 パンポンポンパンパンって置いたら、はい、なんと、エンドに行くことができちゃいます。ということで、今回もエンドラ討伐していきましょうか。まあね、今回この原木の斧1個残ってるから、これでちょっと一発、ぶちかましてやりたいと思います。エンダースカイウォーカー、これちょっと使っていこう。このウィザーガンも使っていって、オッケーオッケーオッケー、準備完了したんで、行きます！ほい！なんかスポーンした場所がちょっと変な場所だけど、とりあえずこのエンダースカイウォーカーでどんどん上上がっていきましょう。あ、今回水ないからちょっと気をつけていか、このエンダースカイウォーカーめちゃくちゃ大事だよ。上上がっていって、うわ、めちゃめちゃ便利、めちゃめちゃ便利。めっちゃ上に上がっていけるんだけど。だけどこれね、下に下がるときはちょっとめんどくさいから、下に下がる前に、おいしょ、倒していこう。オッケー、あともうちょいですね、あの二つで終わりかな？まだある、まだある。あそこにあった。ちょっと全然気づかなかった。オッケー、ナイス。あ、降りてきてる、降りてきてる。あ、オッケーオッケー、危ない。気をつけながら、これで降りていこう。エンダースカイウォーカーで。この原木の斧で、ちょっと一発決めます。いきます。ほら、うん、ほら、うん、ほら、オッケー、結構ダメージ入った。エンダースカイウォーカー、はい、使う。ちょっとね、これね、ちょっと体力やばいっすわ。体力やばいんで、このね、牛の爆弾で、こいつら牛にして、コマンドの剣で殴って、ちょっと金リンゴをね、ちょっとゲットしたいと思います。本当に大丈夫かな？マジでクリエイティブになる、クリエイティブになる。あと、あ、クリエイティブになった。あ、金リンゴ、金リンゴ、金リンゴ。よし、これ、よし、これ。ほら、よっしゃ、やってやったぜ。ということで、ちょっとエンダードラゴンちゃん、かかってきておいでよ。よいしょ。おー、いい削り、いい削り。意外とこれ草、めちゃくちゃダメージ入ってるよ。待って、どこに当たり判定あるのかさ、わからないっていう方いません？エンダードラゴンの。いや、めっちゃ削れてる。ごめんなさい。
エンダードラゴンね、映ってないんだけど、めちゃめちゃ削れてます、今のところ。待って、エンダースカイボーか。うわ、危ない、危ない、危ない。草の剣を持って、よいしょ、よいしょ。あ、オッケー、削れてる、削れてる。めっちゃ削れてる、めっちゃ削れてる。お前との戦いは、なんか変な声出た。いいよ、ウィザーガンでめちゃめちゃ削れてるんで、ちなみにこれなんかピストルみたいに、なってます。はい。紹介忘れてたわけ、めちゃくちゃ。いや、降りてこい。来たー、降りてきたー。よーし、決めるか、これで。ほら。ちょっと待って。あー、しぶといぞ。よーし、倒すことができました。いやー、今回めちゃめちゃ楽しかったっす。いろんなね、アイテムを。ごめんね。ちょっと、死んでからにしようか。ということでね、今回は、いろんなダイヤがあるマインクラフトでした。まあ、久しぶりにね、めちゃめちゃ気合い入った企画だったんで、よろしかったら、高評価&チャンネル登録、よろしくお願いします。また次の動画もお楽しみに。それでは、さようなら、グッドラック、バイバイ。それではさようなら。